皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日もですね、証拠りもなくなぜこれにシリーズですね。でもう今回もですね、もう何回目だよって言われるであろう K3 でございます。まあでもね、そういう風に言われるってことはそれだけやっぱ数が出てる、多くの人に支持されているということですから、それをね、証というか、まあ、記録の意味でもね、投稿をしつこくしつこく続けたいという風に思います。で、今回のお客さんはですね、ご夫婦でね、乗りたいということで、奥さんはですね、すでにダホンのですね、なんか多分インターナショナルだと思うんですけど、16インチのね、ものを、すでに買ったということでした。で、ご主人がね、じゃあ買おうかとなった時に、まあ、せっかくだからね、もうちょっと気の利いたやつが欲しいなということになって、いろいろ調べたら、このK3にたどり着いて、で、在庫してあるというところで、うちを探してね、たどり着いていただいたということでした。で、まあ、ある程度ね、もう、だいぶ知識は持ってらっしゃったようなので、まあ、試乗してみてね、あ、この色味はいいですね、ということで、もう、即決というような形でね、お決めいただきました。で、まあね、そういうふうな、もう、なんていうんですかね、買う気満々で来てくれるようなお客さんを、もう、ネットでね、情報を発信してる時点で、K3 がもう、まあ、捕まえてるって言ったらね、あれですけど、それだけね、ちゃんとした評価を得られている自転車なんだな、ということも改めましてわかるわけでございます。まあ、実際の使い方としてはね、ご夫婦でね、自動車に積んで、まあ、景色のいいとこに持ってって、もう軽くね、自転車散歩できればそれでいいんですよ、ということではあったんですけども、まあ、そういうね、なんていうんですかね、その自転車としての走行性の云々っていうのを、そこまで求めているわけじゃないんですよ、という人でもね、ちゃんとわかりやすく軽いということはね、すごくやっぱ魅力的に映るんだな、というふうに思いましたし、やっぱ小さくなるっていうことは、やっぱ折りたたみの自転車としてはなんだかんだ言いながら正義なので、これからですね、自転車に乗るのがすんげえ面白かったから、あれこれやってみようという気になっていただけるとね、販売店としては非常に嬉しいなというふうに思うわけでございます。で、ね、こうやってしつこくね、なぜこれにシリーズを続けてこれました K3 なんですけども、ですね、シルバーブラックとガンメタブラックを合わせて残りの在庫が、4台ですね。これを撮影している段階ですでにもう4台を切りまして、次回の入荷がちょっとまだね、明確には読めていないという状況ですので、気になるぜという方は、早め早めにね、お手配になると すごくいいことが起きるような気がいたします。おそらくですね、年度が変わって新型のすごいの出ちゃったらどうしようみたいにお考えになる方いらっしゃるかと思うんですけども、これに関して言うとね、ダブウノ、ダブプラス、で、K3。で、多分ね、14インチとしては、多分究極の1台として出てきていて、で、細かくね、進化をして、もう、おそらく K3 として考えたときには、このフォーマットでいくとも完成形というところに来てると思いますので、なんていうんですかね、今お求めになってね、来年の今頃、うわ、新型出ちゃったよ、みたいなのはね、なかなか考えにくいんではないかなと。絶対ないと断言はもちろんできないんですけども、考えにくいかなとは思っておるところでございます。